ロロくん、元気ですか？アルディーズコレクションの中村です。今日ご紹介するのは、ジュリーの3枚目ザ・タイガースのヒューマンルネッサンス、本邦初、日本初のトータルコンセプトアルバムです。これのテーマは、ズバリ、ピース&ラブ、戦争をテーマにした、平和と愛ですね。当時ベトナム戦争がありましたので、それを、考えて作られたのと思います。では中身を見ていきましょう。まずはタイトルと、ジュリーですね。そして次を見ていきましょう。ページをめくるとこちらに歌詞で、こっちにトッポさんが載っています。そしてこれでは、中西玲さんも参加して作っています。そして、初のメンバーが2曲書いてます。1曲はトッポが作った730日目の朝、そしてもう1曲は有名な森本太郎さんが作った作詞作曲の青い鳥。これは、シングルにもなりましたけれども、このレコードの中では太郎さんが、ボーカルを取っております。そしてあとは、緑の蚊とかですね、トッポさんが歌った歌ですね。そしてリラの祭り、これもどっちかというとみんなで歌ってるんですけども、トッポさんのボーカルが結構大きめにフューチャーされてます。でめくるとこういう見開きの写真ですね。ギターを前になぜかフォークとナイフを手にしているという。そして P さんがいて、太郎さんがいて、またページをめくると最後サリーさんがいて、そして、ここに今度は B 面の歌詞カード、歌詞が載っています。本来こうね、朝の別れの微笑みを忘れかけた子守歌などなど、全部で12曲です。そして、これでは、雨のレクイエムって曲なんですけども、ここではサリーさんがリードボーカルを取っていきます、完全に。そして前言いましたの曲で、トッポさんが作った730日目の朝は、サリーさんとトッポさんが交互にこう会話するような感じで、ちょっと面白い構成の曲になっていて、ちょっと聴いてみると面白いと思います。そんな感じですかね。あとね、これは写真のところなんですけども、鳩が全部写ってるんですけど、これは廃墟の鳩に由来している平和を象徴している白い鳩ということで、みんなが、それを鳩を手にしたり、いうことで写真を撮っております。そんな感じで裏はこれですね、5人でこういう感じの写真です。これはその日本で初めてのトータルアルバムなんですけども、これはあんまり実はでも再発はされてなくて、74年に1回だけこういう感じで帯が変わって再発されています。これでこの、タイガースの最高傑作と言われているんですけれども、このアルバムを出した後に実はトッポさんは辞めてしまいます。こんなもんで、事務所の方とは、思ったんでしょうけども、ジュリーというソロアルバムをね、作ります。それで、次に出たのがソロアルバムでジュリーです。これはもうタイガースではなくてオーケストラを使ってのレコーディングでした。そしてこれを開けると、今までみたいに豪華なアルバムではなくって、中はもう見開きでポンとこういう感じになっていて、でポスターがついてるだけなんですけども、これが大きいポスターで、よいしょよいしょよいしょ、大きいでしょ。で裏にここに歌詞が載ってるんですよ。なもんだから、これを貼っちゃったりすると歌詞がわからないということなんですよね。だから一応これは中にいつも入れて、見ながら楽しんでおりましたっていう感じでね。で今までは3枚タイガースが、オンステージと、
世界は僕ら待ってる、そして今日ご紹介したヒューマンルネサンス出て、全部ページにいろいろ写真が入ってたじゃないですか。豪華だったんですけども、今回は何も入ってなくって、これがね、ジャケットがねちょっと変わってて、ビニールがかぶせてあるんですよ。だから中にこういう感じで撮っちゃうと何も写ってない状態こういうセロハンっていうか、セロテープなんだろうね、ビニールシートがかぶさってる感じのジャケットなんですね。で、裏なんですけども、裏がこういう感じです。だからさっきも言いましたけども、セロハンっていうか上からビニールがかぶさってるので、これを取ると座っていないジュリーが見れる。だからちょっと変わってるジャケットだったなっていう感じです。これはさっきも言いましたけども、1回だけ再発されてまして、でも今度は普通になってます。これが普通のジャケットになっちゃってますね。これが再発されたやつです。で、裏はこういう写真で、中を開けると中には今度はポスターはもう入ってなくって、こういう普通のピンナップで、裏に普通に歌詞カードです。そういう感じの再発になってました。今回はね、こういうジュリーと、ヒューマンルネサンスをご紹介しました。次はまた続けてご紹介したいと思います。またよかったら見てください。またねー。